The Bill Calls 123。私、星ちゃんがプレゼンするのはこれだ。今、世界が最も羨むセレブ女優、その名はアンジェリーナ・ジョリー。抜群の演技力に息を呑むほどセクシーな美貌とボディ、それでいて6人もの子供を持つ母でもある。夫はご存知、あのブラッド・ピット。2人の総資産はなんと300億円。世の女性から羨望の眼差しを集めるアンジェリーナ・ジョリーだが、かつて彼女はスキャンダルにまみれていた。略奪愛は当たり前。出演した映画でことごとく共演者と浮き名を流し、その中にはなんと女性もいた。ブラッド・ピットとの恋愛も世紀の略奪愛と騒がれた。さらになんと彼女は自傷行為の常習者だった。私なんて死んだ方がマシ。今夜はアンジェリーナ・ジョリーの知られざる壮絶な半生をご覧いただこう。スキャンダラスな騒動はまだまだ終わらなかった。続いてのターゲットはビリー・ボブ・ソーントン。俳優のみならず脚本や音楽活動もこなすマルチクリエイターだ。映画「狂っちゃいないぜ」で共演した彼はアンジーより20歳も年上の45歳。しかも4度の離婚経験があり、当時フィアンセもいた。そんな彼にアンジーはアプローチをかけた。私とフィアンセどっちが大事？君に決まってるだろう。本当？じゃあ今すぐ証拠を見せて。これがアンジーの2度目の結婚だった。世の常識を嘲笑うかのように共演者と恋に落ちる。批判など気にもしなかった。私はいつだって映画の撮影中に恋をする。すごく激しい恋よね。この数々の恋愛スキャンダルがアンジーの色気と女優としての表現力に磨きをかけた。2000年、日本でも公開された映画「17歳のカルテ」。この作品で鬼気迫る熱演を見せたアンジーは、主演ウィノナ・ライダーを上回ったと口うるさい批評家をうならせ、観客の心をわしづかみにした。その結果ゴールデングローブ賞を受賞。さらにその年のアカデミー賞助演女優賞も受賞し、念願のオスカーを手に入れる。実力派女優の地位を築き上げたアンジーは、親子2代でアカデミー賞俳優という快挙を成し遂げた。そして2001年、彼女のもとに思いもかけないオファーが。アンジー、お父さんと共演してみる気はないか？え？父ジョン・ボイトと親子役での共演を持ちかけられた。なんでパパは私たちを捨てたの？あの子ジョン・ボイトの娘のくせに、何あのダサい服。見捨てられたと恨み、いじめの原因にもなった父。しかし父と同じ道を選んだことで、俳優の苦労やプレッシャーを理解できるようになっていた。そして驚くべき行動を取る。もしもし、お父さん。なんと自ら父に出演を交渉。どうした、久しぶりじゃないか、アンジー。実は次の監督から提案があって、私の父親役を引き受けてほしいの。本当にいいのかい？この役を演じられるのはお父さんしかいないから。父との溝が埋まろうとしていた。23年の時を経て、娘と父が初めて共演した作品が、
トゥームレイダー。アンジーが演じるタフでセクシーな宝探しのプロ、ララークロフトの冒険を描いたアドベンチャーアクション。親子が共演したのはララが死に別れた父と出会う重要なシーン。それは実の親子が歩んだ人生の道のりを思わせた。これだ。ワン・ツー・スリー。ダディ。ラル。Is this real? I love you so much. But I've missed you. And I've missed you.スクリーンの中で現実とフィクションが重なった。この共演をきっかけにアンジーは父への恨みを払拭、親子の距離は急速に縮まった。さらにこのトゥームレイダーはアンジーの人生をガラリと変える。撮影中に訪れたカンボジアで彼女はある現実を目の当たりにし衝撃を受けた。悪魔の兵器地雷で手足を失った人々の悲惨な姿が胸に突き刺さったのだ。カンボジアの実情を知れば知るほど無関心ではいられなかった。心から助けになりたいと思ったわ。以来撮影スケジュールの合間を縫い世界各地でボランティア活動に参加、多額の寄付をしながら社会貢献に情熱を傾けた。さらに26歳で彼女は一大決心をする。孤児を養子に迎える。当時ビリー・ボブと結婚していたアンジー、夫とは子供を設けず一人の男の子を養子にした。子供の名はマドックス。カンボジアで出会った繊細孤児だ。しかしこれがアンジーの結婚生活を壊してしまう。アンジー、お前いつボランティアから戻ってくるんだ。しばらくかかりそうなの。まったく、俺とボランティアどっちが大事なんだ。ボランティア活動にのめり込むアンジーにビリーの心は次第に離れた。そしてアンジェリーナ・ジョリー2度目の離婚。アンジーとブラッドに見守られすやすやと眠る赤ちゃん、名前はノックスとビビアン。さらに幸せそうな家族の姿も。契約金はなんと15億円。約束通り全額寄付された。二人は現在全収入の3分の1をカンボジア復興やタンザニアの病院建設、エイズ患者の救済などに寄付。人々に生きる希望と夢を与え続けています。